どうもおはようございます。インフルエンサーそして VTuber カセラトブです。 VTuber って言っていいのこれ。モーニングですね。おじさんがおじさんの皮をかぶるっていう斬新な VTuber であることの同じの私なんですけど、斬新だけどまあそもそも口パクしてるだけだからこんなんぶん殴られるよね、ちゃんとやってる人からするとガチ勢に行ったら多分切れられる。切られますね。はい、というわけでですね、今回もう見えてますね。ゲートルーラー、今度新規で出てくるカードゲームがあるんですけど、こちらのですね、インフルエンサー、要はもうゲートルーラーを盛り上げていこうっていう人たちを集める場に、何をね、間違ったのか。なぜうちみたいなチャンネルを通しちゃうなんて、どうかしちゃったんですかっていう。どうかしちゃったんですか。まあ感じなんですけど、まあ要は選んでいただいたので、ちょっと、僕らとしてもね、動画がやっぱ作りたかったんですよ、新規の TCG。まあ、そうだね。うん。紹介動画ぜひ作りたいなと思ってたんで、ちょっと、渡りに船だなっていうので、ちょっとね、行って、ちょっとレポート作れないかな。あと、インフルエンサーがね、どんなものなのか、まあ、おっさんなんで、どういうサポートが受けれるのっていうのも、ちょっとみんなに伝えて、インフルエンサーどんどんなろうよって言いたかったんで。なるほどね。そう。そういう面もちょっと伝えれればなと思います。というわけで、今回はですね、そのインフルエンサーどういう感じでしたかっていうのと、インフルエンサーの説明会。どんなことやりましたか、っていうのを今回ご説明できればなと思います。うん。で、まあ、ルールがね、27日に解禁されるんで、そしたらちょっと対戦動画の方も上げれればなと思ってるので、よければそちらの方もお付き合いいただければなと思います。の説明会ですね。どういうことをやったかというと、はい、まずインフルエンサーが、まあどういう役割なの、どういうことを期待されてるの、みたいなことをちょっと言っていただいて、まあどういうふうに盛り上げていきましょうか、みたいなお話があったと、まあ実際のこういう、カード。うんうん、の方ですね、ちょっと触らせていただいて、うんうん、これね、見えますかね、これ、多分すり切れちゃってるんで、ちょっと見づらいと思うんですけど、これ、結構、ちゃんとしたで、加工が。あ、これ、本ちゃんのカード本ちゃんの、一応テストショット版らしいんで、本製品とちょっと変わるかもしれないんですけど、多分もうちょっと向こうの方が豪華になると思うんですけど、うん、この裏面がね、うん、某、池田さんが前に監修してたカードみたいな裏面の、裏皿感。ああいう系のゲーム触ったことあるの分かると思うんですけど、裏がザラザラしてて、はい、このマークに沿って特殊な加工がされてるタイプですね。ああ、豪華な。結構カードゲーマーの人はよく見かける加工かなと思います。はいはいはい。はい、結構金かかってますね。最近流行ってるよね、そういう感じのね。あ、そうそうそう。結構ね、これ大変だと思うんだよね。この加工ね。結構シンプルですね、はい、他のゲームと違って。うん。結構みんなキラキラしてたんですけど、これなんか赤と黒で一色で。ペルソナ5かなみたいな。色だけじゃん。配色がね、という感じのデザインですけど、はい、で、まあ、ルールに関しては27日公開されて、で体験デッキもね、その日になんか配布されるらしいんで、そう、公式サイトでダウンロードして印刷して、はい、そのまま遊べちゃうらしいんで、なるほど、ぜひそちらの方、うん、試してもらえればなと思います。で、はい、現場なんですけど、まあイベント会場行ったら、コロナの大丈夫ですかっていう検査をされて、ああ、まあそうです、それは。で、なんかその壁とかにそのゲートルーラー関連のイラストとかが。ってあって好きに撮影していいですよとか、あとはシャドーボックスですね。あのシャドーボックス分かんない人に説明すると、そのカードのイラストに沿ってこうなんていうの、特殊な加工っていうか、床から貼っつけて複数枚のカードをこう同じカードを用意して、その切ったり貼ったりを繰り返して立体的なアートみたいにするっていう。ああ、はい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 、うん、はい、なんか一枚の絵画みたいになってるやつ結構ね、ググると出てくると思うんですけど、ああいうのをやってる人たちが、そのゲートルーラーのイラストを使って、そういうのを作ってるっていうのが展示されてました。それは面白いね。うん、あれ欲しいんだよね。普通にコレクターとしてシャドーボックス欲しいんだけどさ、一回作ろうとしたんだけどね、難しいんだよね、あれ。それは難しいことよ。無理無理無理、僕には手先が不器用なんで無理でしたって感じで。はい、そういうのの展示があったりとかして、あとはもう今後発売されるブースターとかの、パッケージとかが飾ってあって、なんかちょっとパッケージ見れるよ。あ、ブースターのパッケージももう決まってるんだ。あ、みたいですよ。パッケージとかが置いてあって、うん。うん。いう感じでした。カードは分かんないんですけどね。置いてあるのは箱だけなんで。箱だけ、ね、箱がポーンと置いてあって。これがブースターですって言って、へーって言ってみんな見てんだけどさ、僕も見たんだけどさ、箱だけ見せられてもなぁと思って。まあ確かに、うん。中身見せても僕らは、僕とかはさ、多分モニックさんはさ、中身が見たいじゃん。カードゲームが箱だけ見てもちょっと。うん。カードゲームやってる人は中身だよね、見たいのね。ねえ、某別ゲームでもすらね、その、
診断の宣伝っつってなんかこう豪華な装飾のさ、うん、お店の画像とかがデンってツイッターに載ってるの見てみんなすごいみたいなこと言ってる中俺とモモニクさんだけはいや中身が知りてんだよな中身が知りてんだよな。いやむしろイラストというより効果の方が知りたいあそうですいやイラストももちろん大事だよ。イラストももちろん大事だけど、ね、結構その箱とかを揃えるコレクターの方とかいらっしゃるんでそういう方とかは結構嬉しい方だったかもしれないですね、はいはいはい、結構箱でコレクションされる方もいらっしゃるじゃないですか。ないるよ、うん、世の中にはねファンでね、はい、っていうようなことがまずありつつのその後の、説明会対戦会みたいな感じになってました。で、まあ、今後こういうスケジュールでちょっと動いていきますよみたいなインフルエンサー向けの説明があってっていう感じですね。でインフルエンサーの特権としては、その対戦動画とかを作るためのなんか画像とかをもらえるらしいんで、はいはい、いちいち自分たちでねスキャンしなくていいんであそうね、これね動画作ってる側の人間のうちか分かんないですけどカードをねスキャンするのめんどくさいんですよまあ動画の中にテロップとかで入れる画像を最初からもらえるのは結構ありがたいです。うん、確かにね。っていうサポートとか、あとはまあ公式で、こういう人たちがインフルエンサーなんで、つって、インフルエンサー同士のまあつながりっていうのも作れたりとか、あとは、対戦できますよってスペースを開放するときに、ちょっと使わせてもらえたりとかっていうことがあるみたいです。ああ、そういう感じか。言ってもネット上での場合ですけどね。まあ、ネットだけ。ディスコードとかで、ね、多分と思うんですけど。うんうんうん。はい。っていう感じらしいんで、インフルエンサーを目指してる人とか、あとまあ動画を作ってて、ゲートルール扱いたいなっていう人は、ぜひね、インフルエンサー応募して、見ると動画作るのすごく助かると思うんで、うん、結構、まあ、我々動画勢的にはすごくありがたい、サポートが受けるので、うん、もし興味があればぜひね、応募してみてくれるといいかなと思います。あとはね他にもいろいろブロガーとか VTuber の方とかいらっしゃったんですけど、うん、VTuber とか向けに、そういう対戦の場とかも結構作るよみたいなことを言ってたんで、VTuber でちょっとそのリアルカードゲームだからって足踏みしてる人がいるんだったらそういうのをちょっと加味して、見るとちょっと一回ちょっとやってみたいんですけどこういうとこは不安なんですけどって言って一回問い合わせしてみたらいいんじゃないかな。なるほど、うん、興味があるよって言ったらね、うん、ぜひねそういうので動いてみる。結構ね運営が若い運営って言っちゃうと、うん、まあ逆に言うとちょっと未熟な部分も多分あると思うんですけど若い運営だから結構こっちの話を聞いてくれるんですね、うん、ああいいね、うん、結構大きいとこだとさもうこういう形で決まってるってみたいな感じだ。ああ多いじゃないですか、うん、何とは言わないですけど言うなよ。っていうのが、まあ、あんまりないんで、結構アットホームな感じでした。僕の受けた印象がね。まあ、興味があるんだったら、一回問い合わせしてみるとかしてみるといいかなと、うん。ぜひぜひね、動画作ってる人とか特に、僕ら盛り上げていきたい派なんで、カードゲームを。うん、そうだね。ぜひぜひね、応募してもらえればなと思います。じゃあ、今いいことだけ言いましたけど、問題点が、じゃあなかったのかっていうと、うん。あ、ごめん、これ確認したいから大丈夫かな。あ、ダメだったら後で消します。消えたらそういうことだと思ってください。OK です。これね、流出騒動があったんですね。あー、なんかあったね。事前情報、なんかネットで、ツイッターでちょっと話題になったんですけど、流出情報があって、で、どころが、某、運営の、あ、運営からなのね。運営の、あ、まあ、言います。あ、です。あ、そこなの調査結果こんな感じでしたっていうもちろん連絡があって、はいはいはい、あ我々インフルエンサーじゃないですよ。もちろんなんか僕に関してはちょっとそれに対してちょっと切れたんですね。社会人やってる方だと分かるんですけど何か仕事するとかそうですけど守秘義務契約とかってするじゃないですか。まあするするこういうこと決まり事があるから漏らさないでねとかこういうなんかその作業中に得た情報を、うん、もう他に漏らすとか他のところに流すとかしないでくださいねっていう、うん、運営側がそれを出しちゃって、うん、ワンチャンこっちが疑われる可能性もあったああそうだよね、うん、あるある普通にあり得る話あり得る話でしょ。それに対しての運営への処分が軽いんじゃないの、うん、っていう怒りの連絡を運営にしたんです。なるほどね。だってこっちはさ何かあったらそういうリスクをあるじゃないですか下手すると。まあそれはね、うん、いろいろと動きづらくなるわね。そうでしょって話もあるのに、なんかその運営がそういう体質ってどうなのっていうのを言ったら、もう向こうから割と、ちょっと陳謝の話題と、まあちょっとこう今後その処分に関して、今ちょっと話し合いをしてるんで、ちょっとこう、インフルエンサーの方がそういう風に気負ってしまうっていうのはもう完全にないような形を取りますのでっていう
はいはいはい。でこっちの質問に関しても結構ちゃんと答えてくれて、という感じで運営の方は結構やっぱり、真摯でした。なんで僕この点に関してはも、納得しますっていう感じで体験レポートって大丈夫？うん、体験レポートというか大半があれだよね。インフルエンサーの説明だったね。この点に関して触れてるインフルエンサーの人他いないんだよね。あ、いないの？いや、この問題に関して触ってる、まあ触りづらいってのあると思うよ。あ、まあまあ、あるね。だって言っていいかどうか分かんないで、ぶっちゃけ運営の悪口になるからさ。まあ確かにね。うん。そしてでもこっちの不満点に関してもちゃんと受けてくれるし、うん、あとインフルエンサーがその躊躇してなんか活動が制限されるみたいなのをすごく嫌ってる感じだったんで、そういったに関してインフルエンサーになることがデメリットっていうことがないようにちゃんとしてくれてるっぽいので、うん、なんかちょっとこう足踏みしてる方がいるんだったらちょっととりあえず問い合わせてみる、聞いてみる、うん、と、うん、受けてくれるかなっていう。なるほど。これ点に関してはね、触れてる人がほとんどいなかったんだよね。意外といないんだね。まあやっぱり運営の悪口で言いづらいじゃないですか。まあ言いづらいわね。まあその辺も言ってっちゃうのが我々ですよね。我々ですからね。何をね、間違ったのか。なぜうちみたいなチャンネルを通しちゃうなんて、どうかしちゃったんですかっていう。どうかしちゃった。ただこれが消えたら、そういうことだと思ってくれ。どうしよう、これで僕らインフルエンサーね、消されるかもしれないですけどね。まあ、可能性はなくないね、これね。もしくは、ブロックされるとかね。ああ、まあ、可能性はなくはないね。はい、というところで。ブロックされたらブロックされたで、また動画でお伝えしようと思うので、ぜひというのもあるので、ぜひぜひ足踏みしてる人はまず問い合わせてみる、聞いてみるっていうことをするといいかなと思います。というわけでお相手は豆腐と、はい、もも肉でした。じゃあよかったら次ゲートルーラー関連は27日の、ルール発表日に対戦動画の方が作れればなと思っているので、よければそちらの方もお付き合いいただければなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。というわけで VTuber の豆腐でした。 VTuber でいいの本当にこれ。モーニングでした。どうせだったら美少女になりたいよね。そうだね。